いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、原さんですね。はい。初めてですね。それはね。記載は、PB 希望って書いていただいて、ハンドルネーム横に、ね、今回だったら原、ね、カタカナって書いていただければ、OK でございます。はい。初めてのお客様だと、PB 来、もしね、未開封で、発想と、パーソナルブレイクという趣旨を、取り違えてしまうと、思いまして、はい、ご連絡、念のため、はい、出しました。OK でございます。問題ないです。ありがとうございます。で、先に配送番号をお知らせしてると思うんですけど、PB の場合は、PB のこの動画の中で申し上げます。一応、パーソナルブレイクね、PB は店長の空き時間でやらせていただくということにしております。今日も、荷物がたくさん来て、非常に、力仕事で。それが終わった後に、PB をしているわけですので。まあ、未開封での発送を一応優先させていただいて、作業を進めて。で、空き時間に PB をして、梱包して発送という流れですね。はい。ということで、今後ともよろしくお願いします。はい。ということで、今日のこの PB は、明日の発送の扱いですね。はい。レブロンの、まずはプラチナムですね。アッパーデックさんは、クロームカードのことをプラチナムと言い、ね。で、光るとレインボーという感じです。ね。これ、ブルーレインボーかな？はい。お、イライジャグリーンだ。野球のね、若手。99シリですね。なんかスカイブルーっぽいですね。うん、はい。あ、スカイか。プラチナムのスカイパラレル。スカイレインボーパラレル。どっちなんだろう。スカイパラレルでいいのか。ね、アイバーソン。バスケ。やっぱり、バスケと、アメフト、野球。ね。この辺が主体になった。これインサートですね。で、サッカー。うん。で、一部、レーシングとか、テニスとか、ね、あとモデルさんとか、こう入ってますね。お！ジョーダンのトランプいいんじゃないですか、これ。はい。だって50何枚あって、箱前4、5枚でも、まあ、10箱1ぐらいでしょ、多分。うん。お、いいっすね。ジョーダンですからね。はい、ライディグリーン。グレンツキーですね。で、シャラポワさん。またキラキラ。はい、クリスチャン・ヘルナンデスですね。これのレインボープリズム？あ、オレンジプリズム。はい。499。まあ、アッパーさんと年に1回ぐらい、あ、カッペ君もいるんだ。ね。年に1回ぐらいしかこう、ね、アイスホッケー買わない方は、買われない方は特にそうですね。年に1回このグッドウィンで、っていう方が多いと思いますんで。レインボースカイみたいなプラチナムなっちゃうの。はい、当然です。お、レブロンも出ました。やっぱキングなんだな。今日はまだ、これで5人目、 PB グッドイン5人目の PB なんですけど、4人目までずっとサインが出てるんで、サインが出やすいなという印象ですね。ブレディハウス。ブレディハウス今年で19かな。まだまだでしょうけど、成績はいいので、これはブルーレインボー。あ、レインボーブルー。あ、なんか来てる。これなんだ？
なんだ。あ、ワッペン系だ。せーの。カマキリ、マンティスだ。はい。へえ、昆虫なんだ、今回。てか、普通に出ないですよ。うん、はい。55パンだ。どうなんですかね。今日初めて出ました。結構ね、ハイナンバーだと、でも1から100まであるのかな、ちょっとわかりませんけど、あの、オッズかなり高オッズです。っていうか、前はこの辺が箱1、ほぼ箱1ぐらいだったんですよ。ね、マップか、この昆虫系かね、あ、昆虫系っていうか、ワンちゃんか、ニャコちゃん、ニャンコちゃんとか、そういうのがもう箱1だったんですよ、ほとんど。どれかが、みたいな。見ないですもんね、ここ2年間ぐらいあんまり。少ないですもん、封入数が。今年は昆虫なんだな。うん。はい。ちょっと、180ちょっとローダーないので、ちょっと後で探してあれば入れておきます。今のがワンヒットですね。もうワンヒットが何かですね。クルーズ、これレインボー。サインも来た。これね、ようやく店長も気づいた。ここ、金だとサインだなっていう。おー、ブライス・ヤング、おー、いいっすね。はい。今年のアメフトのドラフト、ね、ワン・ツー・フィニッシュのお一人でございます。いやー、どっちがいいかなっていうのはもうね、どっちでしょうね。わからないなーっていう感じですね。チームとマッチするのがどっちかなっていうところですけど。ブライス・ヤングのが、まあ、タッパもあるし、どうでしょうね。難しいですね。まあでも今年のアメフト QB が多いから、ドラフトされたのも、非常に楽しいんじゃないですかね。多分ね。レブロンね。あ、ブライス・ヤングね。数字上の成績はもうすごいね、お二人ともいいので、あとはプロに入ってからの、こうね、いろいろありますからね。大学とやっぱ全然違うところは。はい、ブライス・ヤング来ました。いいっすね。はい。カマギリちゃんが幸せを運んできました。はい。で、ジョーダンもこれは立派な、はい、ヒットでしょうから、入れてきました。はい。ということで、カマキリちゃん、ジョーダンさん、ブライス・ヤングのサインでした。うん。これで5連続サインですね、PP。もうほとんどサイン出るんじゃないのかな。だって、これ出たら普通あとスプラッシュが出て おしまいみたいな。今までだったら。もう違いますからね、今年ね。ね、ワッペン出てもサイン出たってことですから。普通にあるってことですよね。サインカードね。うん。まあ結構この製品はね、食わず嫌いの方がやっぱり多いですね。はい。うん。いい製品なんですからね。面白くて。うん、はい。ということで、こちらでね、発送は明日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。今後ともよろしく。ありがとうございました。